この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介いたします車両は2013年モデルクライスラー 300S V8 5.7 ヘミエンジン仕様でございます。こちらの 300S ですが、国内では限定発売されたモデルで、V8 仕様は、未発売となっております。本国アメリカでは、標準でラインナップされております。それでは外装の方を早速ご紹介いたします。専用装備が、多数の S モデルですが、まずこちらヘッドライトですね。 300S モデルは、インナーがブラックのものが設定されております。あとはこちらの、標準ではメッキのモールですが、 S の場合は、ボディ同色で塗装されております。あとこちらのグリルですね、こちらも専用装備で、こちらの真ん中のバーの部分がブラックアウトされております。あとこちらのエンブレムの部分も、標準では青ですが、こちらは黒ですね。こちらのボディカラーは、グラナイトクリスタルメタリックになっております。そしてアルミホイールですが、今回は、22インチの SRT スタイルのアルミを装着いたしました。非常にシンプルですがスポーティーで、この S モデルには相性がいいと思います。そして車高の方は、こちらはローダウンサスで、だいたい純正から 3,4 センチほどのダウン量となっております。だいたい指が2本分くらいの車高ですね。非常にちょうどいいダウン量となっております。もちろんアルミタイヤ、ローダウンコイルともに新品を装着させていただきました。あとこちら、本国アメリカの方でペイントされたピンストライプが入っておりますね。アメ車らしいカスタムペイントの一つです。そしてこちらテールランプですが、標準で LED のタイプのものが装着されております。こちら 300S の、エンブレムですね。こちらの方にもピンストライプが入っております。こちらのリアのエンブレムも、真ん中がブラックになっておりますね。こちらハイマウントですが、こちらに標準でバックカメラと、こちらがトランクのオープンボタンですね。こちら開くとこのようにトランクが開きます。かなり広々としたトランクなんですが、こちらを開けると下にスペアタイヤですね、スペアタイヤと、あとトランク内にバッテリーが装備されております。でこちらですが、S の専用装備のビーツサウンドシステムの、サブウーハーですね。このようにぴったりと装着されておりますね。そしてこちらの
リアのモールもボディ同色で塗装されております。こちらの現行モデルからはマフラーも標準でデュアルダッシュとなっておりますね。そしてこちら、純正オプションのパノラマサンルーフが装備されております。大変希少なオプション装備になります。それでは内装の方をご紹介いたします。今回こちらの 300S は内装はレッドレザーとなっております。こちらも S 専用の装備ですね。こちらの 300S は内装のパネル関係はカーボン調のパネルが採用されておりますね。こちらにビーツサウンドシステムのこのマークが入っております。内装は黒が基調となった内装ですね。こちらのハンドルもピアノブラックになっておりますね。内装レッドレザーシートになっております。こちら S 専用のレザーシートです。レザーの状態も非常にいい状態が保たれておりますね。それではエンジンの方をかけてみたいと思います。現行モデルからはこちらのようにプッシュエンジンスタートとなっております。こちらメーターにも S のマークが入っています。こちら純正で 8.4 インチのタッチスクリーンモニターが装備されております。こちらでオーディオ関係や、シートヒーターですね、シートヒーター関係、あとはエアコンですね。エアコンの方も、風向き、温度、すべてこちらのモニターで操作可能ですね。あとは携帯電話を Bluetooth を通して、接続も可能となっております。もちろんこちらの 8.4 インチの純正のモニターに国内仕様のナビゲーションを取り付けすることも可能です。そしてこちらの方でもエアコン関係の操作は可能となっております。こちらのパネル周りもカーボン調ですね。そしてこちらでパノラマサンルーフの操作が可能ですね。こちらオートとなっておりますので、強く一度押していただくだけでこう自動で開閉します。じゃサンシェードの方も自動となっておりますね。こちらセンターコンソール内にシガーソケットとこちらですね AUX と USB の接続端子がついております。こちら携帯関係ですね、充電も可能ですし、iPod 等の、ミュージックプレイヤーも接続が可能です。
この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。こちらの 300S ですが、国内では大変希少なモデルとなっておりますので、お早めのご検討をよろしくお願いいたします。それではお客様からのご来店お問い合わせお待ちしております。